スキスピステーション、みんな元気になるテレビ、ハッピーラッキーステーション、ハッピーラッキーステーション、みんな笑顔になるテレビ、イエーイ。はい、セイジ、ナオミのドリーンテラー。いやー、7分ぐらいちょっと遅れてしまいました、はい、今日もちょっとシステムの調子が悪くて、はい、7分遅れで始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いやー、2回目ですね。2回目ですね。 はい、はい、あ、自己紹介をまた自己紹介、はい、お願いします。はい、私が、セイジこと、自称 SF 小説家、いやー、ね、税小説家じゃないです。ありがとうございます。島誠司です。よろしくお願いします。私は、はい、直美です。普段はパワースポットとか、スピリチュアルスポットの旅行の手配とか企画をやってますが、はいはい、普段はその他は主に無双をしています。無双ですか。無双です。夢見る妄想家です。あー、そっちの妄想。はい、あの第1回目ですね、あの、ついに先生の発表した小説、そうですね、SF小説シュレーディンガーの宇宙をご紹介しました。はい、これあれですよね、この前も話しましたけども、パラレルワールド、そうなんですよ、パラレルワールドについての本ですね。はい、はい、パラレルワールドというのは、文字通り、文字通り平行宇宙。平行宇宙。はい。日本語で言うと、いっぱい宇宙があるってことですね。はい、この世界と、うん、まあ、もう一つの世界というか、うん、あっちの世界。あっちの世界ですね。こっちから見ればあっち。あっち。あっちから見ればこっち。同じやん。なんですけど、はい、まあ、その、たくさん書くとこの収集がつかなくなるので、二、うん、はい、つの世界ですね。実はこのシュレーディンガーの宇宙では、うんうん、二つの宇宙をですね、実は。はい、あの書いてるんですね。あっちとこっち。あっちとこっち。こっちとあっち。はい。そこっちとこっちとあっちで。はい。で、まあ、前回あの朗読タイムがね、はい、やらせていただきました。もう素晴らしい声だっていうね。あ、もう私の周りからもですね、もう本当ですか？大絶賛ですよ。本当ですか？はい。ちょっとまだ聞こえてこなかったんですけど。まあ 1.2 人ぐらいですけど。本当に大絶賛で。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。そうですね。はい、そうなんですよね。それでですね、はい、まあこの小説っていうのは、まあ、平行宇宙なので、はい、まあ、向こうの世界、うん、まあ、アナザースペースワールドと、はい、ちょっとかっこよく英語で言ってますが、はい、あんまりかっこよくないかな、ね、はい、で、This Space World、 スペースタイムじゃない、ごめんなさい、スペースタイム、はい、作者が間違えてどうすんだ、俺がタイム&スペースですよ。大変失礼いたしました。失礼いたしました。そうですね、はい、アナザースペースタイムでした。はい、はい、スペースタイムで、ディススペースタイム、はい、スペースワールドじゃありません、はい、ディズニーランドじゃないんだからね。はい、何の話だっけ。はい、それで2つの世界について書いた、はい、はい、書いた、はい、ありがとうございます。もう直美さんがいていただいても何とか喋っていける今日この頃ですが、そんなことはどうでもいい、はい、でですね、はい、もう前回、うん、あのあちらの世界のことあっちの世界で朗読していただいたスペースタイム、はい、読みました、まあ、あちらがあればやっぱこっちもあるの で、はい、で今回はなん と、 なんと朗読をね、はい、こちらの世界のちょっと冒頭部分、はい、そうですね、まあ、This Space Time、はい、This Space Time、まあ、前回見なかった方および本をまだまだ読んでない方のためにちょっと言いますと、はい、前回は、まあ、そのアナザースペースタイムがですね、はい、バッチシ映画ですね、はい、核戦争がね、いきなり起こってしまう、いきなりの、いきなりのでしたね、冒頭、いきなり冒頭ですね、38.5 億人ぐらいちょっと殺しちゃったんですけど、私ですね、もう世界は文字通り壊滅したのであるから始まりましたね、始まりましたね、はい、もう普段はね、虫も殺さないんですけど、あれ、そうでしたか、はい、虫はちょっと虫はね、まあ、ね、はい、でもまあね、あの小説の中ではちょっと38億人ぐらい、そうですね、妄想の中では、はい、大量殺戮をそういうことをしてしまうというしてしまいました。妄想の世界に警察がいたら今頃ね、はい、逮捕ですね、逮捕ですよね、はい、逮捕で済むかどうかっていうぐらいの数ですが、まあ、それで
今回は、はい、This Space Time、はい、ですね。この時空ですね。この時空で同じ時空だったら本当に逮捕されそうなんですが、はい、ちょっとガラッと変わってね、はい、ちょっとこの、This Space Time の冒頭始まりますので、はい、まあ、そのあたりをね、ちょっと今回、はい、また、大好評の、はい、大好評ですか？大好評。1.2 人ぐらい。1.2 人ぐらい。はい、1.5 人ぐらい増えたりですね。そうですね、はい、あと 0.3 人ぜひね、はい、大絶賛のメッセージをお待ちしております。そんな声をお待ちしてます。こちらまで、こちらまで。どちらそうだ先生、あれですよ、はい、ソーシャルストリームですね、うん、パソコンによって違うみたいですけども、この画面の、はい、右側か下の方に、ね、はい、ソーシャルストリームというところがあって、はい、皆さんからのチャット、ご意見など入れていただくところありますので、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ書き込みお願いします。よろしくお願いします。ご批判、ご批判はあんまり嫌ですけど、お褒めの言葉がいいですね。ですね。ぜひしていただきたいんですが、はい、はい、そろそろ行きましょうか。はい、では、This Space Time のプロローグの朗読をお聞きください。はい、どうぞ。2015年7月18日 This Space Time この時空。大学の正門をくぐって右側の建物が1号棟で、そこの1階が学生ホールになっている。ソファーと椅子、テーブルが並び、後ろにジュースの自動販売機やホットコーヒーの販売機が置いてある。いつもだとこの学生ホールはギターだのテニスラケットだのを小脇に抱えた男女のグループによって、紙コップ一杯のホットコーヒーで何時間もソファーを占拠されている。お前らわざわざ大学来たんだから、たまには講義に出ろよとは言わないが、せっかく重い荷物持っているのだから、こんなところにいないでさっさとスタジオなりテニスコートに行けばいいのにといつも思う。そんなことを思った後で、まあ僕も決して他人のことを言えるほど模範的学生ではなかったよなと、自分自身の大学生時代を思い出して苦笑した。そんなどうでもいいことを考えながら歩いていたので、すぐそばで自分の名前が呼ばれていたことに全然気がつかなかった。声の主は筒井先輩と、もう一度僕の名を呼んだ。ああごめん、考え事をしていたから。河野理恵がテーブルに頬杖をつきながら僕を見上げていた。彼女は薄いグリーンのワンピースを着ていた。ノースリーブの袖口から覗く華奢な白い肩がちょっと眩しく見える。彼女の豊かな表情に合わせて、セミロングの髪の先端がその肩の上で軽やかに踊っていた。ぼーっと何を考えていたの？資本主義経済社会の縮図について。僕が冗談を言っていると思ったのだろう。彼女はクスクス笑った。彼女は父親が官僚のキャリアをしているだけあって、いかにも不自由なく素直に育ったお嬢さんという雰囲気を醸し出している。応用物理学科という学科名に似合わず、服装も今日のようなワンピースとか淡い色のブラウスなどが多く、普通より小さめの赤いトートバッグをいつも肩にかけていた。バッグからは大抵ミネラルウォーターのペットボトルの口が覗いて見えた。試験はどうだった？ほんと、バカみたいに難しくて嫌になるわ。特に量子力学は全然わからない。彼女は手を広げて大げさにため息をついた。私、量子力学ゼミ生のはずなんだけど。リチャード・ファイマンって知っているよね？有名な量子物理学者でしょ。ファインマンさんの名前くらいは知ってるわよ。彼が1965年に友永慎一郎らと一緒にノーベル物理学賞を取った時にね、授賞式でこう言ったんだ。
この世で量子力学を理解している人は一人もいないだろう。もちろん私も含めて。だってさ、ファイマンさんにも理解できないのを僕たちにわかるわけがない。でも筒井先輩はなんで大学院に行ってまでそんなの専攻しようと思ったの？彼女は口を尖らせた。僕は少しの間考えてから言った。神様がサイコロ振るのを見たかったから。神様のサイコロ？アルバート・アインシュタインの言葉だけどね。彼は死ぬまで量子力学を認めなかったんだ。物事には必ず原因があって結果がある。物理現象には必ず何らかの物理法則がある。ところが量子の振る舞いはそれを拒否しているように見える。結果があっても原因がわからない。それどころか結果の後に原因が現れたりする。不確定性原理？そう。アインシュタインから見ればそんなのは単なる人間の無知に過ぎないと映ったんだ。まだ発見されない物理法則が隠れているだけだと。その時言った言葉が、神はサイコロを振らない。理恵は今3年生で、僕の指導教官でもある坂井教授のゼミにこの春から入っていた。僕も助手として彼女たちの指導にも当たっているが、彼女は坂井教授より僕の方が気に入ったと見え、何かと質問に来たりするようになった。僕の方もそういうのはもちろんまんざらではない。ただ坂井教授の手前、先輩と後輩という対面だけは保つようにしていた。でも理恵の方はそんな対面など全くどこ吹く風という感じだった。僕の方も最近では対面を保つことは諦め、教授や周りの視線を気にしつつも彼女のペースに合わせている。何のかんの言っても僕も彼女のことを気に入っているのは間違いない。はい、ということです。はい、はい、ですね。 This Space Time はなかなか爽やかですね。青春ドラマでしょ。爽やかですね。爽やかな、なんかちょっと安心しました。はい、読んでても ずっとね、あの、うん、世界破滅してばっかりだと。こっちの世界はこうだったんですね。かなり青春ドラマ風なスタートなんです ですね。特にちょっとここはあえてやって最初ですからね。筒井先輩おう。何やねんそれ。いやでもこの朗読なんですけれども、まあ、私が読ませていただいてますが、うん、ありがとうございます。 1.5 人ぐらいになると嬉しいんですけど、はい、でもやっぱりですね、これ皆さんお気づきかと思いますが、挿絵とか、ここ場面場面に素敵な絵が入りましたね。入ってますよね。ちょっとね、動きつつも前回ももちろん入ってたんですけれども、はい、そのアナザースペースタイムの、まさに核戦争がね起こる絵をですね、あったし、はい、今日は大学のこの爽やかなキャンパスと下の絡まるチャペルデーみたいなね、はい、始まりましたね。お嬢様 と、しかもサイコロ良くないですか。あれはもうアインシュタインがペガオみたいな、僕がちょっとね、まあ、オーダーっていうかこんな感じって最初に言った、もうその以上の本当ですよね。あとは量子力学研究室の黒板、はい、もう本当にイメージ通りで、さすがですね。さすがですね。私のお友達の、はい、和子ちゃんが書いてくれてるので、ありがとうございます。挿絵もですけども、その音と絵に合わせた編集、はいはい、これも素晴らしいですね。素晴らしいですね。最後のサイコロと一緒にコロ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 ってこう絵がなる、はい、ね、慎吾さんの編集も素晴らしいですよね。お、本当に皆さんの協力でなんか協力でなんとか成り立っていますね。自己満足に近いものはありますが、よくないですか。いや、ね、ご自分で書いたものがこういう
や本当にこうね、もし自分のこう本が映画化になったら、うん、もう超究極の妄想ですけど、まあこういうのが、ね、妄想しましょう。こういうのがもっとこうってことですよ ね、みんなのこう力で、うん、それが作り上げられる、うん、られる作り上げられる、その原作者の気持ちっていうのがちょっと妄想できるじゃないですか、はい、そうですね、ここでちょっと今ね妄想しちゃいました ね、うん、原作の島ですみたいな、ちょっとそんな気分を、はい、そんな感じですね、ありがとうございました。そんな気分をねちょっと味わったりとか、なんかだからこの辺の朗読終わった時よりもこう、はい、わっと明るい気分にそうですね、これでいきなりね世界は壊滅したのである、うん、まさにパラレルワールド、ね、そうなんですよ。なんか今回、前回と今回、うん、そうアナザーとディスでさ、はいですね、こういうパラレルワールドって、まあ、SF 小説の題材としてはかなり定番、はい、かなり定番ですね、うん、もう古くから、まあ、いろんなジャンルが SF 小説ね、うんうん、あの宇宙ものとか、はい、まあ、時を行ったり来たりするものとか、うん、まあ、いろいろあるんですけれども、うん、そうですね、そういうパラレルワールドものっていうのも一つのジャンルなんですよね、うん、そうですね、軸を超えてっていうのがねあるし、うん、あとまあ、 あの広い意味で言うとよく時間をね超えてっていうのがありますよね、うんうんうん、ちょっとあの昔の、今もねちょっと映画でありますけど、うん、昔のこう自分とね、うんうん、会うとか、うん、あるいは昔のこう恋人がね、うん、こういろいろ時を超えちゃったりとか、時をかける少女とか、時をかける少女もそうですね、あ、人とかどうですか。あ、人はまさにパラレルワールドですね、あの終わり方ってね、うんうんうん、ちょっとこうあの今の世界と違うじゃないですか、うんですね、要は違う世界にこうね、多いですよね、うん、そう考えるともういいんですよ、うん、やっぱり実はみんなそういう無双してるんじゃないですかね。そうですね、時空を超えるっていうね、まあ、あとはですね SF 小説ではないんですけど、うん、こう有名どころだ、村上春樹出ましたね、はい、春樹人としても村上春樹としてもうここから番組違ってしゃべるんですけど永遠にしゃべれます永遠にしゃべれますそうそう番組が違ってしまうので、はい、ただまあ一つ例を挙げると、例えばですねちょっと今ですけど、あの世界の終わりとハードボイルドワンダーランドっていうね、これは初期の頃の、はい、小説なんですけれども、はい、これはもう二つの世界をね、うんうん、行ったり来たり、うんうんうん、してるんですよね、はい。あとそれから最近だと1984っていう、はい、1984面白いですね。1984はねちょっとあのそれのね番組というかねやったことがありますけれども、うん、かなり、ね、かなり来てますよ、かなり来てます、はい、まあ、あのこれ本当に、ものすごく売れてますけど、面白いですよね、はい、だこれを別に SF 小説だっていうふうに見る人って別にあんまりいないと思うんですよね、うんうん、あの SF 好きだから村上春樹を読むみたいな、うんうん、でもまあよく考えてみると、うん、こちらの世界っていうんですかね、主人公の女性、うん、青豆っていうね、うん、主人公が、はい、まあひょんなことから、首都高速のね、はい、あれはどこかな、ちょうど渋谷ですかね、渋谷から池尻から渋谷に行くような形ですか。そうですね、うん、池尻渋谷間ですかね、はい、高木町、まあその辺りですね、この辺りから結構、まあ、ひょんなこう階段をね、非常階段を降りるとなぜかこうあちらの世界に行くんですかね、月が2つある、そう先生、はい、その1984の高速の話といえば、私はそれを体験したことがあるんですよ。いつですか？これはですね、2年ちょっと前だと思うんですけれども、2年ちょっと前というと震災、うん、ちょっと前だと思うんですけど、あの夢を、まあいろんな夢を見るんですけれども、今のその1984の状態にほぼほぼ同じような体験をしたんですよ、はい、まあそれ夢なんですけど私の夢、妄想ではなくて、夜夢、
夜見る夢ですね。それはあれでしょ、あの1984を読んだから。違うんですよ、これが。そういうのもよくありますよ、主人公になっちゃう。 No! もうこれは小説を読む前、はい、まあ、模倣は出てたかもしれないんですけど、全然読む前に、その夢っていうのは、そこ私は高速じゃなかったんですけども、はい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 、新幹線みたいな、でも高架の新幹線ね、線路みたいなところなんですね、はい、でその高架の、はい、ところ線路から出ちゃうの、まあ、とにかくそれは何か新幹線降りたんですか。降りたで、まあ、気がついたら外にいたんですよね、線路上に。ああ、これは危なさそうな状況ですね。まあ夢なんで、はいはいはい、ですごい高いところにいたんですけど、やっぱりそこにはしごみたいなのがあったんですよ、下に。ああ、非常階段が、うん、でそれは階段になってはしごだったんですけども、ここ降りなきゃって思ったんですよ、うん、まあ危ないですからね、うん、で、こう普通にはしご降りてたんですね、はい、で、途中で気がついたら、はい、人間のはしごだったんですよ。え、人がこうつながってるっていうかな、こう人書きっていうんですか。怖いですね。ちょっと怖いんですけど、人間椅子って昔バンドがありましたけど、そうそう、人間がこう連なったはしごだったんですよ。はいはいはい、なんか地獄の絵図みたいな、ね、怖いながらも降りていったんですね、下まで。でパッて地面に着いたら、そこになんと特ダネの小倉さんがいたんです、はい、小倉智明さん、はい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 、が、ま、いたんですね。それで私びっくりして、おはようございますとかって言ったんですか。ざまーす小倉さんがいて、緊張感がいっぺんで、小倉さん、はい、これなんですか、怖いんですけど、私前から降りてきたんですけどって言ったら、何言ってんだよ君、うんうん、この世界ではこれは当たり前なんだよって言われたんです。あら、この世界では、この世界で、あ、降りたらもうこの世界、そうそう、だから私上から降りていっちゃって、うんうんうん、小倉さんのいる世界では、その人垣の端ごみたいなものは当たり前なんだよみたいなことを言われて、不思議だなと思ってたんですね。はいはい、それがどうしたんですか、降りて。で降りて、はい、そっからもでも記憶がないんですよ。多分その後何かに繋がってたと思うんですけど、自分のその夢の記憶はそこで終わってしまって、うん、その部分だけがすごい印象に残っていて、でその今お話し出た1984、なるほどね、青豆が首都高から降りていくのと全く同じじゃないですか。ほぼ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 一緒ですね、うん、でもそういうのってね、結構みんなもあるんですよね。あります、ありますね。僕も似たようなことあるんですけど、うん、でふと思うんですけどね、それってまあ普通はなんていうんですかね、まあ夢の妄想でね終わっちゃったっていう感じなんですけど、うんうん、なんていうのかな、本当にね、本当にあちらの世界を見たのかもしれないんですよ。え、夢っていうかその、そう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 、妄想じゃなくて、妄想じゃなくて本当に言ってしまったかもしれない。だからまあさっきちょっとね、はい、SF の世界でパラレルワードっていう話をしたんですけれども、あれ実はね、 SF とも言い切れない部分が実はあるんですね。 SF とは言い切れない、言い切れずに本当にこの世界はパラレルワールド、うん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 、じゃないかなと。フィクションではなく、フィクションではなく実際に、ええ、うん、実際にそうなんですよね。じゃあ行っちゃったんですかね、まあ、私。そう、まあ行っちゃったのか覗いたのか、うんうんうん、もしくは向こうにもその自分が存在している、うん、今とは全く違った人生を送っているナオミさんがいたかもしれない。じゃあ小倉さんのとこに降りてった私がまだいるかもしれない、ね、いるかもしれない。まあなぜそこで小倉さんなのかをちょっとそれは、まあ、それは多分なんかの記憶の朝ね、特段に見たとかだと思うんですけど、あるかもしれないですが、はい、ただいずれにせよそういうね、向こうの世界を覗く、うん、夢っていうのはその入り口なのかもしれない、ね、それすごいわかる気がする、うん、なんか夢って、ええ、夢だって思ってるんですけど、うん、ものすごい体験に近いんですよね、もうなんかやっちゃった感がすごいあるんですか。はい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 、はい、実際にだからよくマサイ夢でね、将来を見るとか、うんうん、あるいは、これからね、うん、先のことを見るっていうのもあるかもしれないんですけれども、うんうん、夢占いみたいなね、すで、うん、に自分が体験している別の平行宇宙っていうんですかね、そういうことか、うん、そうなんですよ、それがね、あるかもしれない。なるほど、うん、でね、まあじゃあ本当にそんなのがあるのって普通は、うんうん、まあ思うじゃないですか、うんうん、でもね、
まあ、これは本当にこのシュレーディンガーの宇宙の、ね、うん、中で、書いていることなんですけれども、はい、自分のこう宣伝方を出しますけどね、シュレーディンガーです、はい、ここをね、はい、最初のところに書くんですが、うん、書いてあるんですけど、はい、そういう平行宇宙っていうのは、今の量子力学の中で、実は本当にあると唱えている人が実際いるんです。学者さんの中で、学者さんの中でも実際に、はい、というよりもいるんですというよりも、はい、その量子力学者っていう言われている人たちの中で、うん、多分半数ぐらいはそう思ってるんですね、うん、そうなんですか、学問として、学問として。これは多世界解釈、もうこの話したらもう私は止まりもなくなりますが、村上春樹衣装多世界解釈、あ、要するに多い世界、多い世界解釈、ね、世界はたくさんありますよっていう、うんうん、まあ、解釈ですね、うんうん、っていうのがあって、学問としてそれを唱えてる、唱えてる。そういえば先生、はい、先生とお呼びします。ちょっとチャットで、はい、教授とアシスタントみたいだっていう書き込みが来てるんです。あら、アシスタント直美くん先生よろしくお願いしますこの後かなんかこの後の予定は、あ、ちょっと違う世界先生、今日はちょっと会議、これから学会がございますので、あ、はい、もういつもそう、今夜のちょっと、はい、お酒はなしにしておきなさい先生たまにはいいじゃないかね、ちょっと芝居を、あ、そっかそっかそっちの方がどうも、ね、好きなの、あ、そういう話じゃなくて、はいはい、その量子力学学者、量子力学者量子力学者の方も、学者の方もパラレルワールド、そう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 、言っているんですよ。もう学問としてなんですね。ってことは、ね、なんか証明したりもしてるんですか。そうなんですよ。え、証明、なんとですね、その証明について、じゃあこれからゆっくりと話そうかと思うんですけれども、はい、ですね、シュレーディンガーの猫って先週ちらっと言ったかもしれないですよね。なぜ猫なんですか。え、いや、猫にした方が受けがいい、うん、にゃーにゃーにゃいや、でも本当にシュレーディンガーさんが猫にしたんですよ。いや、確かにシュレーディンガーのゴキブリでもいいんですけどいや、やっぱりちょっとゴキブリよりはゴキブリやっぱ猫、あとだからこう、ですね、まあ、要は簡単に言いますと、こう2つの中に、うん、箱の中に猫を入れて、はいはい、で、まあ、こいつなんですけど、殺しちゃうんですね。え、猫、はい、で、そういう時に、そう、量子力学なんですか。だから猫だと、えってなるじゃないですか、うん、まあ、ゴキブリだったら、よくやったとかってなっちゃうんで、あ、それで猫、あ、そっかそっか、はい、でもね、みんなヒーってなるみたいな、そうそうそう、でも突っ込むとこそこじゃないんですけどね猫じゃないんですね。まあ確かに犬でもいいかとはしないんですけど、そうそうそう、まあ猫だから、シュレーディンガーの政治とかでもいいんですね。そうですね、ただそうすると僕が賛否両論みたいな自分がこう、いや、そうじゃなくて自分が入っちゃうと自分が殺されちゃうかもしれない、というのもちょっとね、あれなんですけども、難しいな、うん、だからその中で、うん、要は、ちょっとその理論を言っちゃうと本当に時間がなくなるんで、はい、言ってもいい？いや、もうね、先生申し訳ございません、時間がありません、はい、じゃあ、ごめんなさい、じゃあそれはちょっとまたですね、次回にいやでも面白くなってきたなですけど、うん、まあそういう形で本当にこの世界がね、うん、多世界かもしれない、うんうん、その可能性は非常になると、うん、量子力学者は、まあ、言っている。うん、まあ、このあたりをですね、はい、まあ、ちょっとまた今後、そうですね、ちょっと掘り下げて、掘り下げていいのかどうかは分かんないんです、教授に伺いたいなと女子としては思っております。まあ、直美くんがそういうのであれば、はいはい、島教授お願いします、そういう方にね、はい、行きたいと、はい、思いますけれども、というちょっとこれから盛り上がっちゃうかなという時にも時間なんですけれども、はい、次回の予定は、はい、3月11日の月曜日、11日の月曜日ですね、はい、同じく8時から、はい、8時からお伝えしたいと思います、はい、また朗読もね、そうですね、ちょっとさせていただいて、今の話の続きなのか、また夢の話なのか、またパラレルワールドの話なのか、まあ、せっかくちょっとね、私としてはパラレルワールドの原理について話したのでね、ちょっと盛り上がってますね、はい、そっちに行きたいなと思ってるんですけどもね、はい、はい、やりました、うん、はい、それと、今週ですね、あ、今週、木曜日にまた、はい、スピステーションでは番組を配信しますが、はい、じゃあ今度は何でしたっけ、
今度はスピトークです。あ、スピトークですね。看板番組ですよ。あの元祖スピステーションの、スピトークが木曜日に1時からあります。8時から、はい、ぜひぜひ、はい、慎吾、青空、アナリナスピトークになります。出てるのかな分からないけどそちらも8時から、はい、ありますので、ぜひ見てください。ご覧くださいませ。はい、では、はい、今日はこの辺で、はい、また次回よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。